エシティナイターは本日より57回目のダイナミック関東期6日間シリーズ地元ベテランの倉谷和信をはじめ女子レーサーは7名が参戦バラエティに富んだメンバー構成で結出した V 候補は不在混戦メンバーシリーズとなっており今回は連日波乱含みの激戦が予想される名物シリーズとなっていますさあ6日間で初日の第1レースの予選競争1分前 現在は晴れの天気で、そして今日は風、向かい風になっています、スタートライン上、現在風速は3メートルから4メートルほどの向かい風、1、2、3、4、5、6で枠なりで並びそう、1号艇の原村拓也、人気の中心です、そして2号艇で渡辺剣、3号艇で木田峰幸、4号艇、地元の五反田忍、引っ張るでしょうか、5号艇で佐竹太一、そして6号艇と6号艇、宮崎つぐみ、地元期待の新人女子レーサー、デビュー戦です。 今後活躍が期待されます1・2・3で4・5・6枠なりで3対3に分かれてまいりました現在はスタートレンジを風速 4m 前後の向かい風が吹く中大時計の針12秒針の回転となっています本日よりのダイナミック関東期初日の第1レースの予選競争3対3の枠なり1番2番3番4番5番6番で間もなくスタート1秒今スタートしていきました ダッシュデーから4コース5コース4号艇と5号艇4番5番と両者が好ダッシュ1マークは角からまくっていく4号艇の五反田忍の角まくりが決まった外から続いた5号艇であとは1番3番2番6番バックステッチャーまくって4号艇の五ュのぶそして2番テラスに1号艇と5号艇両者が接戦状態そして3号艇2号艇6号艇の宮崎なおスタートは正常でしたラインターンマークトップで回って4号艇の五段だそして2番テラスは1号艇回って全速で5号艇追っつけてくるのは3号艇ですがアウト握って5号艇の佐竹太一が2番手に浮上 3番手の水はわずかに3号手の木田峰行でレーサーに周目と入りますさあ先頭には一発決まった4号手の五出し飛ぶそして2番手には5号手の佐竹太一現在の3番手の水は3号手の木田峰行バックスレッジャと入りましたが先頭4号手2番手は5号手そして3番手3号手の札幌を攻めて1号手ですが3号手の木田がここは3番手をキープ上位が4号3となっていますその後ろ2停身から3停身となった1号手の原村拓也人気の中心は4番手あとは2号手6号手の順になっています 第2端マークを回りますトップで4号艇の五反田忍喜2番手で5号艇の佐竹太一3番手、3号艇懐きちゃっと1号艇ですが現在3号艇の木浪龍幸4号3で1、2、6で前提が最終周回へと入ります最終周回に入っては先頭が4号艇の五反田忍 さあここは地元先輩の女子レーサー五反田が見事な角まくりを披露してそして2番手は5号手の佐竹太一3番手は現在も3号手の木田美幸最後のバックステッチャー上位が4号3でそして1号手、2号手ルーキーの6号手宮崎つぐみ前提が最後のスリットー,ラーを通過していきますさあダイナミック関東期6日間シリーズの初日オープニングカードオッズは2連単ですが24.5倍3連単ですと68.3倍となっています最後の直線コースに入ってここは見事な五反田のまくり勝ち4号んです 先頭4番合輪、合流5番合輪、合流3番合輪、合流1番合輪、合流2番合輪、合流6番が合流。